そうだ、暑いですね、かなり。今日も始まります。今日はこちらのお店にお邪魔させてもらおうかなと思います。リベンジということでね、以前も行ったことあるんですけど、今日は落ち着いた時間帯に来ましたので、ゆっくりね撮影できるかなと思います。シーフードとか。あ、じゃあシーフードで。シーフード。フラタタギシーフード。うん、白でいいよ、みんな。はい、はい、おケンさん、これ大きいですよ、はい、ね、いや、はい、頑張って食べます。ちょっと結構暑いですね、やっぱり出来たてなんで。ただいま。すごいフレッシュな、あっさりして美味しいですね、うん、なんか日本のなんかピザよりはすごいあっさりしてますね、なんか米軍基地で食べたピザ。
これはそのままそのままこの中に これここやスプーンが入ってお米とか入ってるんですか。いやいやもうそのまんまでグラタンなんで、あのペンでが、あはい、でこれと一緒に食べてちょうどいい感じ。そうですね。あとそうよ熱いかなりすごいジュージュー言ってます。真ん中で焼いたんで。大丈夫。あ、うん。あ。うん。なんか味付けやっぱ日本じゃないですね。純粋に食材の味を良さが感じるようになるような、よくあるね、ピザ、デリバリーピザとまた違った感じで、あの海外の感じですね。米軍基地で食べたことあるような、あの癖の少ない、あっさりした感じでね、全然食べれる、いっぱい食べれるようなね感じのお店です。結構ね、これ有名なんですけどね、ぜひ皆さん行ってみてください。この動画いつも登録とボタン、バイトも登録とボタン、チャンネル登録もよろしく。はい。ラバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ。登録お願いします。すいません。失礼しました。